皆さん、こんにちは。ただいまより、みんなの説明会、ログミンファイナンス共催ウェビナー、オンライン決算説明会の成功事例を始めさせていただきます。コロナウイルスの影響を受け、多くの決算説明会が中止、延期となる中、皆様の企業ではどのようにご対応されていますでしょうか。オンライン化に踏み切れていない企業や、オンライン化にしたものの課題が残る企業が多くいらっしゃるのではないかと思います。後ほどですね、データでもお示ししますが、機関投資家はオンライン決算説明会を求めているためですね、上場企業サイドでも対応策を検討する必要がございます。本日はですね、最初に決算説明会のオンライン化に関する最新動向ということでですね、ミンセンスさんからご紹介をいただきます。その後、実際に決算説明会をオンラインツールを使用して行われた上場企業様にですね、2社ご登壇いただきまして、より具体的なお話をお聞きしていきたいと思います。それでですね、その事例紹介の時のですね、Q&A タイムをご用意しているんですけれども、そこの際にはですね、その前に、お話ししている最中にですね、随時Q&A ボタンからご投稿いただくことも可能ですので、どしどしご質問いただけますと幸いでございます。ですみません、ご紹介遅くなりまして、すみません、改めまして、私、ドグミ株式会社のですね、秋元と申します。ログミーファイナンスというサービスですね、事業部長させていただいております。機関投資家と個人投資家のですね、情報格差をなくすような、働きかけをさせていただいたりだとか、あとはこうなかなか IR 業界で進まないですね、オンライン化、最近のホットワードですと DX ということはですね、これを、進めさせていただくような活動をさせていただいております。ちょっと本日ですね、こういったものも慣れないものですから、皆様に失礼かけることもあるかと思いますが、ご了承いただきますと幸いでございます。では早速、決算説明会のですね、オンライン化に関する最新動向というところへ移りましょう。こちらご紹介していただく方としてですね、株式会社ミンセツの中村様にご参加いただきます。それでは中村さん、自己紹介お願いできますでしょうか。はい、皆さんこんにちは。株式会社ミンセツの中村と申します。弊社はみんなの説明会というウェブサイトを運営しておりまして、サイト上で上場企業 IR、 機関投資家、証券会社向けのサービスをご提供しております。現在のユーザー数は上場企業1390社、機関投資家、証券会社アナリスト合わせて4100人となります。そんな密接の中で、私は決算説明会情報の収集や、IR、機関投資家向けアンケートの集計や、サービスの構築などに携わっております。それでは早速、決算説明会の形式における変化や動向について、弊社データベースおよびアンケートの集計結果を用いてご説明させていただきたいと思います。すいません、スライドを。はい、本日お話しさせていただく内容を簡単にご説明いたします。まず2019年と2020年の比較として、新型コロナウイルス騒動前と後では決算説明会にどのような変化があったのかを確認していきたいと思います。次に2020年の推移として、新型コロナウイルスが猛威を振るうようになった4月以降の決算説明会の形式は、四半期ごとにどのように推移していったか、その変化と理由を確認し、新型コロナウイルス騒動下に企業が導入したウェブ会議ツールは何だったのかを見ていきます。それらを踏まえた上で、最後に今月の12日に機関投資家向けに行ったアンケートの集計結果をご紹介しながら、今機関投資家が望む説明会とは何かを見ていきたいと思います。それでは2019年と2020年の比較についてご覧いただきます。はい、こちらですね、2019年の10、12月期と
2020年の10・12月期の形式の割合を比較させていただいております。左側のリアル解除 95% の円グラフが2019年、右側のリアル解除 22% の円グラフが2020年となります。昨年は会場開催がほとんどを占めていた決算説明会ですが、今年はご覧の通り 22% と昨年の4分の1以下の割合となっております。会場開催が減少した分がライブ配信と電話会議に移行したわけですけれども、ここで注目すべきは2020年の中でライブ配信が 39% と最も大きな割合を占めているということでしょうか。昨年は項目として挙げるほどではなかったライブ配信が現在は説明会の主力となっております。新型コロナウイルス騒動前は何年も2019年のような円グラフの形式割合だったので、今年1年の変化がどれだけ大きなものかを数字からも改めて感じることができるかと思います。なお2020年の10月12月期のは民設データベースより開催企業1063社のデータを集計しております。では次に2020年の四半期ごとの形式推移を確認していただきます。左から4・6月期、7・9月期、10・12月期の円グラフとなります。まずリアル会場ですが、4・6月期は緊急事態宣言もあり 14% とかなり少なくなっております。その後7・9月期は GoTo トラベルなども始まり、人の移動にも寛容さが出てきたのか、4・6月期の倍ほどの割合に戻りました。そのままの勢いで会場開催が増えていくかと思いきや、10・12月期は 22% と勢いは戻らず、新型コロナウイルスの感染者数の増加やソーシャルディスタンスの実施が会場開催の復活を阻んでいるとも言えるのではないでしょうか。次に電話会議ですが、4・6月期の救世主は間違いなく電話会議だったと言えるでしょう。リアル会場の開催を予定していた企業はまず電話会議への変更を考え、ただし電話会議は改正の問題でサービス業者がもう依頼が満杯で受けてもらえない、そういう企業がライブ配信または中止の選択をされていたようです。電話会議のサービス業者の受け皿が多ければ、この時期の電話会議は 54% よりももっと増えたのではないかと思われます。7・9月期は電話会議のパイをリアル会場が少し取り戻すような数字となっております。10・12月期はさらに電話会議のパイが減り、今度はライブ配信にパイが取られるような結果となっております。ライブ配信については潮目は7・9月期にあると思われ、8月に IR 向けアンケートにてウェブ会議ツールの導入について伺ったところ、380社中150社が導入を決めており、10・12月期のライブ配信を見越していた、あるいはこの時期、ウェブ会議に現場が慣れていき10・12月期のライブ配信への布石となったと思われます。では8月のアンケートで企業はどのウェブ会議ツールを導入したか、その内訳を見ていきたいと思います。はい、7割近くが Zoom を採用しております。次に Teams 21%、 WebEx 7%、 Google Meet 4% となっております。数字を見ると上場企業の中で Zoom が支持を得たようです。さてここまで、決算説明会の開催動向について確認してきましたが、ここからは、説明会の参加者側である機関投資家は現状をどう受け止めているのかについて確認したいと思います。次のスライドより投資家アンケートの集計結果をご紹介します。こちらはオンラインと会場それぞれの良かった点悪かった点を投資家に伺いました。オンラインの良かった点は移動時間の削減、
多くの決算説明会に参加できる。海外からもアクセス可能。悪かった点は、音質が悪い、途切れる、参加人数がわからない。会場の良かった点は、会社側の雰囲気がわかる、参加人数がわかる。悪かった点は、移動に時間がかかる、海外からは参加できない。ちょうどそれぞれメリット、デメリットが対になるような回答結果になっておりますが、オンラインも会場開催もどちらも移動時間についての回答が最も多く、投資家は説明会参加の移動時間をとても重視していることが伺えます。また、アンケートとは少し離れた情報になりますが、オンライン会社については、今期投資家から面接に事前申し込みについてとても多くの問い合わせやご相談をいただきました。主な相談内容は、事前申し込み方法の詳細がわからない、事前申し込みをすると当日 URL を受け取るまでメールでのやり取りが負担だ、メールが生まれてしまって当日の情報がわからなくなってしまうといったことを、ストレス負担に感じている投資家が多いようです。こちらは面接としても、今後の課題と捉えております。さて、投資家が感じているそれぞれのメリット、デメリットを踏まえた上で、では、今後投資家はどのような形式を希望しているのでしょうか。こちらで確認すると、投資家が望む形式は、会場開催よりオンラインに軍配が上がったようです。その中で最も大きな割合を占めるのはライブ配信の 52% となります。ライブ配信は移動時間がかからず、電話より登壇者の顔色、雰囲気が伝わるといったところでしょうか。それでは最後に投資家側のセキュリティ問題について確認していきたいと思います。セキュリティ上の理由でオンライン説明会に参加できないことはありますかという問いの回答は、ある 36%、 ない 64% と、3割強の投資家はセキュリティ問題を抱えているようです。では次のスライドでセキュリティ上利用できないサービスツールを確認していきたいと思います。Teams 10、 Google Meet 7、Zoom 7、 WebEx 1、Web 会議全般7となっております。こちらは参加できなかった説明会の件数ではなく、あくまで会社で利用不可となっているツールを挙げていただいた数です。またこちらの数字を見ていただく際には、先ほどご確認いただきました企業の導入ウェブ会議ツールのグラフ、円グラフと合わせて考えていく必要があるかと思います。例えば企業の導入が 68% の Zoom は利用できない人数が7人であることに比べて、Google Meet は企業の導入が 4% であるにもかかわらず7人が利用できないと回答しています。投資家とのコンタクトに、Google Meet はあまり適していないのではないかということが言えるのではないでしょうか。ちなみにですね、投資家は、個人用のパソコンで参加することでセキュリティを回避しているというのが実態のようです。さて、私の方からのご説明は以上となります。なおですね、本日ご覧いただいた資料ですが、ポイントを絞ってご説明しているため、簡略化している部分がございます。特に投資関係とは自由記入で IR さんに向けた要望などが多く回答いただいているので、とても参考にしていただける資料かと思います。それら完全版をご希望の方は、ウェビナー終了後、みんなの説明会に無料ユーザーご登録いただけましたら、11月24日以降となりますが、PDF でお送りさせていただきます。ユーザーご登録後、別途、投資関係との資料をご希望と面接までどうぞご連絡ください。それではご清聴どうもありがとうございました。引き続きウェビナーをお楽しみください。
中野さん、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。その資料僕も欲しいので後でください。本当ですか？ぜひぜひ皆さん、はい、資料どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい、はい。それではですね、続いてですね、決算説明会のオンライン化事例の方へ移らさせていただきます。スピーカーの方はご紹介させていただきます。ロードスターキャピタル株式会社執行役員最高財務責任者川端さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、それではまず簡単に自己紹介をお願いできますでしょうか。はい、弊社ロードスターキャピタルはですね、まあ、不動産特化型のクラウドファンディングをやっている会社です。で、私自身は IPO 準備要員として入りまして、まあ、2017年 IPO 後一貫して IR に携わっております。ありがとうございます。それでは早速質問の方に移らさせていただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。まず、はい、一つ目なんですけれども、まあ、決算説明会のですね、オンライン化を決意したタイミングやきっかけというのをお聞かせいただけますでしょうか。はい、弊社がオンライン決算説明会を実施したのは8月なんですけれども、まあ、その準備は6月、7月から始めておりまして、で、まあ、決意したきっかけ、タイミングというのはまあ2つあります。1つは、緊急事態宣言が明けていたので、実開催しているところもちらほらあったんですけれども、はい、先ほどの資料もある通り、民設さんがまとめてくれた資料で、機関投資家がオンライン説明会を望んでいると、うんうん、いったところがまあ理由の一つですね。で、もう一つがですね、まあ、まだその6月、7月の段階では、また緊急事態宣言が出て、実開催できないかもしれないという恐れがあったので、まあ、そこのところを返事するためにオンライン開催に踏み切りました。ありがとうございます。では機関投資家側のメリットと、あと、まあ、開催のリスクというのを考えられてってことだったと思うんですけども、実際にこう、はい、機関投資家側から反響とかっていただけましたか。はい、まあ、機関投資家から特に、フィードバックはなかったんですが、まあ、悪い反応もなかったので、うん、民設さん の、まあ、まとめていただいた通りなのかなという感じがしました。ありがとうございます。ではちょっと次の質問に移らさせていただきます。はい、はい、でこちらですね、Zoom と比較検討したツールは他にございますかというところですね。そこちょっとお聞かせいただけますでしょうか。はい、弊社は割と検討しまして国内のネクプロさんとコクリポさん、あと、うん、先ほどもあったグローバルミートさん、この3社とあとズームを比較しました。なるほど。この後ご登壇いただく北野達治さんとかは WebEx をご利用されてたんですけども、 WebEx は結構ご検討はされなかったですか。そうですね、 WebEx の話はあったんですけど、前情報でなんかちょっと高いっていう噂があったんで、ちょっと、先に外しちゃいましたね。分かりました。ありがとうございます。ちょっと逆に Zoom 選ばれたその、まあ、決定点というか、ポイントをちょっとお聞かせいただいていいですか。はい、そうですね、Google はまあ結局、まあ、消去法で選んだので、どちらかというと、先ほど挙げた3つのサービスのところで、お話しさせていただきますと、はい、ネクプロさん、コクリポさんは操作性がすごい良さそうだったんですけれども、うん、やはり知名度の面で、Zoom さんに及ばないというのと、ネクプロさんの場合は、ブラウザじゃなくてアプリをダウンロードしなくちゃいけなかった、うん、コクリポさんは入室に必ずパスが必要だったというところで、まあ、忙しい機関投資家さんを考えると難しいかなと思った次第です。うん、なるほど。あとグローバルミートさんはですね、電話回線で入れるっていうのはプラス要因だったんですけれども、ちょっと料金が高かったっていうのがマイナス要因として、で結果として、まあ、Zoom は電話回線でも入れますし、うん、まあ、知名度と、まあ、操作性ですね、利用されている方が多いので、まあ、操作にも慣れていらっしゃるでしょうということで Zoom を選びました。ありがとうございます。
では次の質問にじゃあ移らさせていただきます、はい、オンライン説明決算説明会の形式はというところで、私ども今いろいろ支援させていただいている中で結構企業様の Q&A どうやってやろうかみたいなのを悩まれるケースが多いですと、うん、ちょっと具体的にその辺をちょっとお聞かせいただいてもいいですかね。実際どういうふうにやられたのか、あとまあそれを選択された経緯という部分でお願いいたします。はい、QA の方は、今後どうするかまだ検討はありますけれども、実際に開催したときはテキスト形式で募集し、決算説明の後、QA の時間を取って、そのテキストでいただいた質問からピックアップして答えると、そういう形式を取りました。うんうん、なるほど。実際、それでやられてみていかがでしたでしょうか。そうですね。事前、決算説明をこう、している間に、質問も来て、うん、で運営側としては、その質問に対する答えというのを、準備しやすいですし、うん、結果としてはテキストの方がこう聞き漏らしもないですし、論点が明確になっていいのかなと思いました。質問の数とかそういった部分っていかがでしたでしょうか。質問の数は、実開催よりは増えたなという印象がありますね。すみません、質問ってどなたがされたかというのは管理できるようにはなってましたか。そうですね、機関投資家の方がこう入室されたときに名前を一応ちゃんと会社名と名前にしてくださいということにしたので、はい、誰から質問があったのかというのは追えるようにしました。分かりました。そこでちょっとこの、ですけども誰その質問された方とかって今まで全然質問されなかった方が質問してくれたとかっていうのもありましたかね。そういう意味では、そうですね、ありました、ありました。はい、分かりました。いつもの人も質問してくれましたし、新しい人も質問してくれましたね。はい、いや結構他の企業さんとかでも話を聞いてるとですね、オンラインでやったらいつも説明質問してくれない人が質問してくれるようになったっていうのは聞く話なので、まさしく今そういった事例が出てきたなというところでありがとうございます。すいません、ちょっと音声が、大丈夫ですか、聞こえますか。今聞こえます。失礼しました。はい、すいません、次のじゃあ質問に移らさせていただきます。よいしょ。準備に関わった人数と役割分担はというところで、実際には何名ぐらいの方でご準備をされたのかと、はい、あとはそれぞれどういう役割を、担われたかというのをちょっとお聞かせください。はい、私が取りまとめの責任者として関わり、社内インフラのものに、各先ほどのネクプロさんとかクリップさんとかのサービスの、プロコンをまとめてもらって、あと社内の接続とかですね、カメラとかマイクの準備をお願いしました。あともう一人、エンジニアの方に、接続のところだったり、音声が遅れたりとか、そういったところをちょっと調整してもらったと。実質3人でやりました。わかりました、ありがとうございます。3人でやって全然こう過不足なかったようなイメージですかね。そうですね、3人で十分だと思います。分かりました、ありがとうございます。では次の質問に移ります。機関投資家の集客の方で工夫されたことっていうのはありましたかね。もしリアル開催と変わったものとかもありましたら、そこも合わせてちょっとお聞きできればなと思います。はい、そうですね、リアル開催とはそんなに変わってないんですが、当社が持っている機関投資家のリストに対して、Zoom の招集メールを送りました。で、そうですね、そこで質問が何か来るかなと思ったんですけど、そこも特に来なかったので、もう8月の時点では、機関投資家の皆さんも Zoom で開催するということに慣れてたのかなという印象です。分かりました。ありがとうございます。実際なんかこう参加人数というのは違いはありましたかね。増えた減ったみたいなところで。そうですね、実開催よりは増えましたね。その2倍3倍ってことではないですけれども、
まあ、1.5 倍ぐらいにはなりました。 1.5 倍、なるほど。まあ、そうするとじゃあ、メリットとして大きかったかなというのは実感された感じですかね。あ、はい、そうですね。いつも来ていただけてない方にも喋れたのでよかったですね。ありがとうございます。ではちょっと次の質問いきましょう。Zoom 使用における不安点をどのように、まあ、解消したかというところで、もうこれ、Zoom に、まあ限らないと思うんですけれども、まあ、オンラインでやる際に、まあ、回線が不安定になってしまって、まあ、今もちょっと私の音声が聞き取りづらいってこともあったと思うんですけども、まあ、そういったことに対しての、リスクをどうヘッジされたのかとか、運営面でもこう、操作に慣れてない部分とかをどうクリアにされていったのか、ちょっとその辺の、ことをお聞かせできればなと思います。はい、一番不安だったのはやはり通信環境でして、ちょっと今音声が聞き取れなかったので、今これ、無線の Wi-Fi でつないでるんで、ちょっと途切れちゃったかなと思うんですけれども、実際にはですね、有線で LINE を引いて、直でつないだので、まあ、回線は安定していました。あと、まあ操作ですけれども、まあ、操作自体は、まあ、私が別途いろいろセミナーとか登壇して、Zoom は慣れていたので、そこのところの不安はなかったですね。まあ、強いて言うなら、新しくこうマイクを買ったんですけれども、うん、新しくマイクを買うとこう左下のマイクのところからこの新しいマイクを選ばなくちゃいけないっていうところが、最初ちょっと分かんなかったので、まあ、そこが少し戸惑ったかなぐらいですかね。分かりました。常にこう触れられていたこうツールだったから、そこまで抵抗なくできたっていう感じですかね。そうですね。あとは、まあ、そうオンライン開催の時に皆さんこの照明が気になると思うんですけれども、うん、今はこう特に何も設定してはいませんが、オンライン決算説明会の時は、顔の正面からライトが当たるように、まあ、ちょっと工夫したりはしました。分かりました。ありがとうございます。はい、でちょっと次の質問を聞かせてください。これは先ほどやりましたね。Zoom で何か特別使った機能とかっていうのはございますか？いや、特にないですね。分かりました。はい、最後に質問を送る、すみません、アンケートを送る機能を使ったんですけれども、はい、なんかそこだけうまくいかなかったですね。なるほど、分かりました。なんかそこはもう原因も分からずっていう感じですかね。そうですね、アンケートが届いてる人と届いていない人がいたので、ちょっとここは次回はちゃんと事前にテストしたいなってところですね。ありがとうございます。では次の質問をお願いいたします。まあ、すみません、すごいざっくりしてますけど、まあ、やられてみて良かったこと、悪かったこと、簡単にちょっとまとめていただけると嬉しいです。お願いします。はい、まずやってみて良かったことは、先ほどもあった通り、機関投資家の方が多く参加いただいて、まあ、質問も多くなったっていうところですね。で、まあ、当社としても、会場への移動がなかったりとか、決算説明資料とか単紙の印刷がなかったので、まあ、その分コースを抑えられたかなと。悪かったところは、まあ、やはりまだ私も、まあ、スピーカーであった社長も慣れてなかったので、まあ、表情が硬かったと言われたというところと、あとは、まあ会場の人の顔が見えないので、まあ、少しやはり喋りづらいところはありましたね。ただ全般的にはやってよかったですし、まあ、今後もオンライン開催していこうという感じはします。分かりました。ありがとうございます。ちょっと次でじゃあ最後の質問させていただきたいんですけれども、はい、この後ですね、次のスライドでお願いします。次回も同じ形式でこれは開催していきますかね。はい、そうですね。次回も同じ形式で、まあ、ライブ と、同時開催するかどうかはありますけど、オンラインは必ずやると思います。分かりました。どうもありがとうございました。で会場の方からもですね、はい、質問が今5つぐらいかな来てるので、ちょっとご回答いただきたいと思うんですけども、はい、
今ですね、まず1番目、カブさんの声が少し響くように聞こえると。で、イヤホンマイクではなくと、はい、こう設置型のマイク&スピーカーみたいなのを今ご利用されてるんですかっていうので。今はですね、もうこの私のノートパソコンのマイク機能を使っています。で、オンライン決算説明会の時は、2000、3000円ぐらいのですね、マイクを別途買って、そちらでやっておりましたので、その時は音声は特に問題なかったです。わかりました。ちなみにそこの設備投資みたいなところは新たにされたんですかね、それとももともと持ってたものですかね。パソコン、まあ、ノートパソコンでテストした結果、マイクとカメラについては新しく買った方がいいということで買いました。うん、結構高かったですか？マイクはすみません、5000円弱ぐらいのを買って、2本ですね、視界とスピーカー用。うん、でカメラの方は、1万円弱ぐらいのものを買いました。うん、わかりました。じゃあやっぱりじゃあ会場解散とかの比べても全然その設備とかを考えても、かなりコストはカットできたような感じですかね。そうですね、うん、ちなみに当社はケチってですね、 Zoom の無料お試し期間でやったので、はい、Zoom は2枚まだ払ってないですね。すごい。なるほど、そういう裏技もあるんですね、これから Zoom 使う企業様は。はい。わかりました。ありがとうございます。ちょっと次のご質問です。Q&A 形式とチャット形式でやりやすさに違いはあるのでしょうかというところで、まあ、今もチャットと Q&A 両方投稿できるようになっていると思うんですけども、そこで選ばれたりはしましたかね、それとも最初からも Q&A 一択で選ばれましたか？そうですね。Q&A だとその回答済みということができるので、うんうん、Q&A 形式、チャットだとこう質問と回答が流れてしまう場合があるので、うん、Q&A 形式一択でした。わかりました。ありがとうございます。Q&A の方がやりやすいということですね、そうすると。はい。ありがとうございます。あと次ですね、セキュリティ上参加できないという、投資家さんがいらっしゃったでしょうかと。でいた場合の解決策は、何か、打たれましたかというところですね。はい、そうですね、当時もセキュリティ上 Zoom 使えないというところはあったんですけれども、うん、事前に機関投資家に何人か聞いたところ、聞きたい会社のは、個人のスマホからでも入って聞くので大丈夫ですって言われたので、そこは気にせず進めました。わかりました。ありがとうございます。あとはどうですかね。この質問も多いと思うんですけども、回線が不安定になるかもしれないリスクを考えたときに、電話開催との、電話開催を考えられたかっていうところですね。はい。Zoom は電話回線でも入れるので、スライドを移すということで、電話開催は、してないですね。わかりました。ありがとうございます。あとは、ですね。これですかね。投資家からの質問について、誰が質問したかしっかり終えた後のお話がありましたと。で会社名などの入力は自動じゃないと思うんですけれども、はい、どうやってやられたのかというところですね。はい、ここは事前というか冒頭にですね、うん、スライドの方でも名前変えてくださいっていうアナウンスを書いておきましたし、冒頭のアナウンスでも、名前変えて会社名分かるようにしてくださいというアナウンスをしました。分かりました。補足ですとですね、登録時に全部会社名であったりだとかを入力を必須にすることができますよね。はい、そうですね、できますね。うん、そこやっておくと多分おそらくここの、問題は解消されるのかなと思いますっていうところですね。はい。はい。しょ。うん。あとちょっともう時間がなくなってきたので最後1問ぐらいにしたいなとは思います。じゃあこれかな。録画機能は使用されましたか？はい、録画機能は使用してですね、
そうですね、言い忘れてましたけど、そもそもこの Zoom 開催のログミンさんにお手伝いいただきまして、その説はありがとうございます。録画機能も使ってですね、自社のホームページと、ログミンさん、ログミンファイナンスさんですかね、の方にも掲載いただきました。ありがとうございました。したら、決算説明会動画も録画して、そのまま作れちゃったっていうことですね。はい、そうですね。わかりました。どうもありがとうございました。すいません、最後ちょっとバタバタになってしまって申し訳ございませんでした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。それではですね、続きましてですね、事例2というところで、またスピーカーの方をですねご紹介させていただきます。株式会社北の達人コーポレーション、取締役管理部長工藤様です。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、じゃまずちょっと簡単に自己紹介をお願いできますでしょうか。ですね、弊社はスキンケア化粧品ですとか、健康食品を、e コマースで、販売している事業をしてまして、売上の 99% はもうオンライン上で販売しているというような、事業をしています。いわゆる、D2C というんですかね、メーカーで直接消費者に、物を販売するというような、ことをしています。で、2月決算でして、今回お話しする決算説明会は、先月10月に、開催した第2四半期の、説明会になります。はい、本日はどうも、よろしくお願いいたします。じゃあこそよろしくお願いいたします。では早速ちょっとご質問に移らさせていただきたいと思います。同じ質問をさせていただけていただきたいなと思うんですけども、決算説明会のオンライン化を決意した、タイミングだったりきっかけだったりをちょっとお聞かせいただけますでしょうか。そうですね、第一四半期の決算説明会を7月に実施したんですけど、その時は会場開催でした。オンリーですね、会場開催オンリーでやったんですけど、コロナが感染が広がってた中で、当日キャンセルがかなり多くてですね、50名の定員で、申し込みは定員50名あったんですけど、当日が30名ぐらいしか参加がなくて、やはり会場参加は今後難しいだろうということで、これからこういった世の中ですね、オンライン化っていうのは必須になってくるだろうということで、今回オンライン化にしました。ありがとうございます。通常ですと50名エントリーあると何名ぐらい来られているものでなんですかね。当時あんまり決算説明会っていうのを実施したのが、そんなに回数がなくてですね、はい、大体50名やれば50名近く来るだろうというふうに考えていました。わかりました、ありがとうございます。でちょっと次の質問に移らさせていただきます。はい、オンライン決算説明会の形式というところで、ちょっと事前に私もお伺いしてたんですけれども、今回あれですよね、ハイブリッド型ですよね。はい。はい。ちょっとそこに至った経緯とかですね、教えていただけますでしょうか。そうですね、やはり会場開催だけは難しいというところで、なんですけど、オンラインだけだと、やっぱこう、臨場感がないんじゃないかと。普段の IR の取材とか、私とか、IR の担当者がやったりするんですけど、やっぱりその社長が、登壇するっていうタイミングなので、少しそこに臨場感も加えた方が、よりいいものになるんじゃないかってことで、はい、このハイブリッドにしたっていうところですね。ありがとうございます。かなり私ももう今、100社近く支援ご支援させていただいてるんですけども、技術的なハードルが高いなってイメージなんですね。はい、そこに対してはこう事前にこうなんていうんですかね、こう難易度みたいなのをすごい感じられてたのか、いかがですかね。そうですね、弊社普段から Zoom とかでこうウェブ会議システムは会社の中では使ってはいたんですよね。なので、はい、できるだろうなっていうのはなんとなく、思っていたんですけど、やはりやってみると結構大変なこともあって、でもそうなんですけど、例えば株主総会ですとか今後の決算説明会もやっぱり長い目で見るとこのハイブリッドっていうのは必ず必要になってくる時が来るんじゃないかということで、挑戦したっていうところですね。わかりました。理論上できるだろうと、だったらやってみようっていう感じですね。はい、ありがとうございます。ではちょっと次の質問に移ります。あ、これですよね、すいません、実際のやったこのあれですね、形式ですよね。
そうですね。ちょっと技術的なところになるかと思うので、ちょっとご説明いただいてもいいですかね。そうですね。これ、当初想定してた内容ではなくて、会場について、会場の設備が思ってたものと違ったから、当初こういうふうにしたっていうものなんですけど、はい。要するに、会場の司会者とかプレゼンターが喋った音をミキサーで拾って、会場のスピーカーに流して、同時にオンラインの参加者も流すと。うん、これで会場の中を完結するんですけど、さらにオンライン参加者からの質問をどうやって会場に流すかっていうところで、このオンライン参加者の質問をこの会場ミキサーから会場スピーカーに流せると思ってたんですけど、ちょっと設備での関係で流せなくてですね、はい、別に PC を用意してそこにスピーカーとマイクをつけたんですけど、はい、それがハウリングを起こしたんですよね。はい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 、はい、なので当日これダメじゃんってなって、ちょっと仕様をいろいろ考えたっていうところです。はい、で結果として、一つの PC で完結したということですかね。そうですね。結果として本当単純に、この PC にスピーカーとマイクをつけたっていうイメージですね。うん、人間が喋るのか、そのスピーカーが喋るのかの違いで、それなりに性能のいい集音、マイクと、そのスピーカーがあればできるというような構成にしました。意外と音質は良かったです。なるほど。じゃあもう次回以降も特別このやり方で問題なくいけそうだなっていう手応えですかね。そうですね。問題ないとは思います。はい、これはでもすごいこうハイブリッド型のヒントですね、これは。なんですけど意外とあれなのがパソコンからの音を外に出しそのスピーカーにつないで、さらにマイクもつなぐっていうのが、できるはできるんですけど、はい。はい。意外とその設備がなかったりっていうのは、会場によってはですね。はい。わかりました。ありがとうございます。はい。じゃちょっと次の、で、使用された機械ですね。はい。ありがとうございます。はい。で次の質問なんですけども、開催に向けてなんかこう掲げた目標みたいなものってございましたかね。そうですね。集客の人数ですね。投資家様の、集客は、オンライン、会場オンリーよりも、増やそうっていうことですね。せっかくオンラインでやるので、そこの人数は、はい、目標としては掲げました。実際に、55人というところで、前回よりも20名ぐらい増えたような感じですかね。はい。で、申し込み自体は100名超えてまして、はい、なので申し込み段階ではかなり増えたっていう認識だったんですけど、ちょっと当日は参加率は悪かったっていうところはあります、オンライン、うんうんうん。はい、これは何か要因とかございますか。オンラインの事前申し込みっていうのはそこまでその参加意欲が高くない方もいるっていうのと、あとはちょっと分かりづらかったかな。先ほど中村さんのお話もありましたけど、メールがどっか行っちゃって、ログインから分からなくなっちゃったとか、ちょっとそういった課題はまだ残ってるから。なので、備忘メールを流すとか、そういった対応は必要だったかもしれないです。分かりました。ありがとうございます。その、1週間とか、1日前とかにリマインドメールっていうのは今回流されなかったんですかね。そうですね。流してなかったです。1週間前には、登録してくださいっていうのは一度流してますが。分かりました。ありがとうございます。はい。じゃあ次の質問に行きたいと思います。今回、集客の方は、どういったことをされたんですか。工夫されたことありますかっていうところでちょっとお聞かせいただけますでしょうか。はい。今回ですね、民設さんの、サービスを、利用しまして、もう民設さんにすべて集客をお願いしたっていうところですね。機関投資家さんのリストへの一斉配信ということで、はい、そのサービスを使ってます。これはあれですかね、有料のものですよね。あ、そうです、有料のものですね。はい。で実際にエントリーが増えて参加者も増えたりということで、結果として効果あったなっていうイメージですかね。そうですね。前回までは証券会社さんにアレンジをお願いしたいですとか、自社で持っているリストをベースにしてたんですけど、やはり今までリーチできてなかった層にも、はい、届いていたと思いますので、はい、とても効果があったと思います。うん、ありがとうございます。はい、じゃあ次の質問いきます。ここは先ほどちょっと重複するので次に飛ばしましょうか。ちょっとハイブリッド今回行われたということなんですけれども、運営にどれくらいの人数が関わったのか、あとどういった役割分担されたのかっていうのをちょっとお聞かせいただけますでしょうか。
そうですね、全部で3名なんですけど、まあ、当日の会場にいるのが2名で、あとは会場外に1名っていう感じですね。で、会場の中だとそのカメラの操作ですとか、あとはシステムの管理をやっている担当者と、あとはその QA の操作です、ミュートの操作をするのに、別に1名つけてやってました。うん、会場外ではそのオンラインでちゃんと聞けてるかっていうのを、実際に投資家と同じアカウントで入って、チェックをして、何かあったら電話とか、LINE で連絡するってことをしてました。分かりました。ありがとうございます。じゃあちょっと次のスライドに行きます。あ、ここですね。その次ですね。はい。今回シスコ UBEX を使われたと思うんですけれども、具体的にどのような機能を使われたのかっていうのをちょっと聞かせてください。はい。次のページに、記載が、はい、ありますが、はい、質疑応答の挙手ボタンですね。これ、Zoom もあると思うんですけど、うん、質問のある方はそのボタンを押してくださいというような説明をして、やったというのと、あとは、あれですね、参加者同士は見えないように、プライバシーっていうところと、ミュートのオンオフの、一元管理したっていうところですね。あとは、終了後にアンケートを自動で流すっていうのと、あと録画も使ってます。ました。この質疑応答を挙手ということは音声でやられたということですよね。あ、そうです。音声で。はい。こうテキストも選べたと思いますし、併用もできたと思うんですけども、音声選ばれた理由というのはどういったところですかね。そうですね。やはりテキスト、人はなかなかこう大量に来すぎるんじゃないかっていうのも一つ懸念をしてまして、それをこうリアル会場の人もいながら、そのテキストを見ながらっていうのがちょっと管理が難しいんじゃないかということで、音声の方にしました。わかりました。なるほど。実際どうですか、やられてみて何か難しかったとか。そうですね、やはりその機関投資家の方には社名と名前を入れてもらうようにしたので、はい、実名が出てる中で質問するっていうのは少しハードルがあったのかなとも思います。少しだから思ったよりも質問が少なかったっていう印象。なので匿名にした方が質問は増えると思うんですけど、その挙手制にすると匿名の人を当てるのが難しいので。そうですね。匿名にする、するとその、テキストじゃないとダメだっていうふうには思いました。はい、今後はここはどうされていくご予定ですか。そうですね、テキストも受け付ける形の方が幅広く質問を受けれるかなと思います。で、匿名でテキストで。はい。わかりました。ありがとうございます。ちょっと次の質問に行きます。はい。先ほど会場行って、配信の方法がちょっとトラブルったっていうのはお聞きしたんですけれども、それ以外に何かトラブルとかってございましたか。当日のその、開催中ですね、開催中に、はい、質問を、受け付けたときですね、はじめ、一発目の質問を受け付けたときに、そのオンライン参加者の声が10秒ぐらい出なかったんですよね。で、会場の設備がなんかタイムアウトしてて、なんかそういう仕様だったんですけど、そうなることは分かってはいたので、数秒で会場の人が直してくれて、なんとかなったっていうところですね。なるほど。これ結構でも焦りますよね。焦りました。なんで音がないんだろうっていう。はい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 。わかりました。ちょっとこの辺はあれですよね。なるべく想定できるトラブルというのは、ちゃんと洗い出しておいて、対策を打っていくっていうのは大事だっていうことですね。そうですね。今回も想定はできていたので、すぐ対応できたっていう感じです。わかりました。ありがとうございます。じゃあ次の質問ですね。はい。で、今回これやってみて良かったこと、悪かったことというのをちょっと具体的にいただけますでしょうか。はい。まずは、その会場とオンラインという両方のニーズに応えることができたっていうところは良かったと思います。はい。あとは、完全自社開催でやったので、ある意味コストは、削減できたかなと。先ほどZoom を無料で使ったっておっしゃったのでびっくりしたんですけど、確かに WebX 多少、ちょっと高いんですけど、月額3万円なんですね、このウェビナープランっていうのが。はい、で確かに高いんですけど、契約は1ヶ月だけにして、これ使ったらもう解約というようなプランにはしてました。わかりました。悪かったところで言うと、ちょっと準備がかなり大変だったので、1回目っていうのもありますが、今後そこの効率は良くしたいなっていうところですね。どうですか、イメージとして次回以降、同じような形式でやられていくのかな、もちろん改善はされていくと思うんですけども、はい、初回というところでだいぶ、大変だったと思うんですけども、楽になっていくイメージっていうのはありますかね。そうですね。はい。もう、一度やればだいぶ違うかなと思います。
わかりました。ありがとうございます。はい。じゃ次の質問ですね。はい。改善点はあるかというところで、今までちょっとご質問、ご回答いただいた中で、ある程度、まあ、お話はいただいてたと思うんですけども、それ以外の部分で何か改善点とかありそうですかね。そうですね。あと、当日に、入れないんですけどっていう問い合わせがあったりしたので、やっぱりそのリマインドメールですかね、最後の、やり方、まあ、結構やっぱり、説明が必要なところっていうのがあると思うので、そこを分かりやすくするっていうのが一番かと思いますね。はい、ありがとうございます。はい、では、最後が、はい、じゃあ、会場から の質問が来てますので、そっちに移りたいと思います。ですね、かな、ハイブリッド型、開催の会場の定員は、定員ですね、何名の会場で、行われて何名ご参加されましたというところですね。あ、そうですね、本来である50名入るところなんですけど、まあ、今回こういったコロナっていうのがあって25名に絞ってました。で25名絞って、23名参加になってますね。これ実際例えば30名来ちゃったらどうしようとかってありましたか？いや、そうですね、30名来たらもうウェブの方に、逆にオンラインも同時にやってるのでオンラインの方に誘導するってことは想定しました、はい、してました。あ、わかりました、ありがとうございます。使用した機材をもう一度見せてくださいというのがあるので、ちょっとスライドを先ほどの機材に移っておいてください。この機材ちょっとご説明いただいてもいいですかね、選ばれた理由であったりだとかを。あ、そうですね、まあ、このウェブカメラはもともとよく使っているもので、今回のためというよりも、普段から使ってたものですね。社内でそういう、うん、なんですか、まあ、東京と札幌と拠点としては2つあるんですけど、まあ、その拠点間でやり取りするときとかに使っているようなものですね。あとは、USB マイクは、これは実はですね、会場の方に借りたやつで、なるほど。めちゃくちゃ良かったので買おうって言ってたやつです。わかりました。じゃあ結構普段から使い慣れてたりだとか、あと会場の方も使われていて、まあ、信頼されている機材を使えたということですね。そうですね。はい、わかりました、ありがとうございます。ちょっと待ってくださいね。あ、じゃあこちらいきます。リアル会場の場合は、自社の会議室だったでしょうかということで、おそらく、まあ、外の会場を借りたと思うんですけども、こうハイブリッド型を選択するにあたって、その外を借りた方がいいのか、外も会議室借りた方がいいのか、もしくは、まあ、会議室もし借りた場合に注意点などございましたら、ちょっと教えてください。そうですね、まあ、会場を今回借りたんですけど、まあ、初めて行ってそこで準備をするっていうところだったので、設備、先ほどもお話ししましたけど、設備で当初想定したものが使えなかったっていう、ことがあるので、ですね、前日入りして前日1日リハーサルやって、当日も午後から、その説明会なんですけど、午前中も準備するっていう想定で動いてたんですけど、もう前日のリハがなかったらもうおそらくできなかったんだろうなっていうような、本当会場は、はい、事前に見ておく必要があるかなと思います。うん、そうですよね、わかりました、ありがとうございます。なんか会場のその機材とかで気にしなきゃいけない部分とか、あと事前にチェックされた部分とかってありますか？やはり、まあ、ネットワークは一つ大事かなと思います。全部有線で、はい、でやってましたね、パソコン。で、おそらく会場によってはその有線LANがないとか、まあ、ハブでつないでもあまりこうネットワーク の速度が良くなかったりとかすると思うので、そこは気をつけた方がいいかなと思います。わかりました。ありがとうございます。あと、まあ、会場満席になった場合は、オンライン誘導という先ほどご回答いただきましたが、WebEx のウェビナーの場合、事前登録なくても当日とかでもログインできるんでしょうか？あ、全て事前登録制にしてます。まあ、そこは本当閉ざされた、ミーティングっていう形で、まあ、一応セキュリティ上はそういうふうにしてました。わかりました。じゃあもし当日そういったことが起きたのであれば、まあ、すぐその場でこう登録していただいて、承認して入っていただくっていうフローが必要になったっていうイメージですかね。そうですね。はい。はい、ありがとうございます。
じゃあちょっと最後の質問に移らさせていただきます。こう、まあ、説明会のアレンジをするのにですね、外注依頼しなかったというところで、理由はコスト面を、まあ抑制することを重視したという認識でよろしいでしょうかというところですね。はい、その通りですね。で、あと普段使ってたっていうのはやっぱありますよね。あ、全く使ってなかったらちょっとお願いしたかと思うんですけど、まあ、できるんじゃないかっていう思惑はありました。はい、ありがとうございます。あと、あのちょっと僕このコストだけじゃなくて、他にこう外注しないメリットとしてよくお聞きするのが、外注先とのコミュニケーションコストっていうのが全然なくなると。そうですね、あのお金の部分じゃないところですね。そこっていうのも感じる部分ではありますかね。ああ、そこは、はい、かなりあると思いますね。その、うん、それこそ当日会場も自社のものではないので、なんかそこのコミュニケーションとか、あと、まあ、当時は札幌の会社っていうのがあって、で会場は東京なので、その札幌東京のこの距離感みたいなのもちょっとあったりするんで、まあ、自分たちでできた方がコミュニケーションコストは低いかなと。わかりました。最後にちょっと全然この IR とは関係ないんですけども、例えばこういう、まあウェビナーを使って、なんか社内の例えばセミナーとか、他の部でも例えばこのウェビナーを他で転用するようになったとか、そういったことってございますか？そうですね、 WebX に関してはないんですけど、はい、あ、そうですね、Zoom はよく使ってはいますね、社内で。で、スモールミーティングとかも、結構 Zoom ベースで今やったりしてます。はい、分かりました。ありがとうございます。すみません、貴重なお話どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、またこれ以降もご利用されていくと思いますので、ぜひまたお話をお伺いできればなと思います。はい、本日どうもありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。はい、失礼いたします。それではですね、お時間なので、次を終わらさせていただきますと。どうもありがとうございました。で、以上でですね、こんにちは、オンライン決算説明会のですね、成功事例ということを、終了させていただきます。ご視聴いただきまして誠にありがとうございました。で、今回ですね、今回私どもこのセミナーで使わさせていただいているのは Zoom ウェビナーになります。で、ただですね、スムーズに運営するためにあたってはですね、さまざまなこうノウハウが必要でですね、私たちも今まで結構四苦八苦してきました。で、本日ご視聴いただいている皆様の中で、まあ、Zoom ウェビナーって便利そうだなってもし感じていただける方たちがいましたら、その決算説明会を行うにあたってのですね、無料導入支援というのを行っています。本当にお金はいただけませんというところになりますので、もしちょっと話聞いてみたいなとかございましたら、この後退出と同時にですね、アンケートページに推移いたしますので、そこで、希望するチェックをしていただけたらなと思います。そしてですね、また来週のですね、24日、火曜日ですね、こちらもですね、今回と同じように、事例の紹介をさせていただくセミナーを開かさせていただきます。参加企業、ご登壇企業様は、株式会社プレミアムモーターホールディングス様と、あと東洋インキ SC ホールディングス株式会社様になります。ここでもですね、オンラインだけでやった事例とハイブリッドでやった事例を、両方聞けますので、皆様の何か、新しくオンライン化を進めるきっかけであったりだとか、より良いこう IR にするきっかけになれたらなと思いますので、ご興味ございましたらご覧くださいませ。以上で本日のセミナーを終了させていただきます。どうもご視聴ありがとうございました。